はいどうも、関西クラクラクラブのゴミです。さて、本日で H&H さん対アポロさんとの、フレンド対戦も最後になるんですが、まあ、今回はねタウンホール12のアタックを、3つ見てもらって終わりにしたいというふうに思います。で、まず1本目、こちらが、愛五右衛門さんがブリスクさんを攻めたこのアタックですね、ご覧いただきたいと思うんですが、戦術的には、クイヒーペカボーラーですね。で、プランを簡単に言うと、こっちから主力を流し込んでいってフォーマーをこう上半分流していく、こんな感じですね。まあ、そんな感じのプランになっているんですけども、もうね序盤からねすごい小技をいっぱい使ってます。あのクイヒーを出す前にジャイアントで竹を取ってね、クイーンに過剰のダメージがいかないようにケアしたりだとか、あとここをねクイーンに歩かせていくと、どうでしょう、このマルチ相手のターゲット結構怖いと思いませんか。ヒーラーがもう焼かれちゃうっていうんで、なんですけど、まあ、1本目はおそらくね当たんないっていうことはもう分かっていましたね。でそれを計算しても出す位置を調整しているんですが、2本目、これも食らっちゃいますんで、ヒーラーがやられる前にこのマルチ IT を壊すということが必要になりますよね。なんでペッカで今ここの金山のところ、あ金庫かな、しっかりカットしていますね、この反撃砲のあたりですね。で、マルチ IT のターゲットがヒーラーに向いたところで、もうすかさずレイジをかけて一気にクイーンを先導しながら、後ろからペッカボーラーをこう流し込んでいきます。でフリーズを使ってマルチ相手の動きを止めながら、レイジを使ってさらに加速していって、一気にヒーラーがやられる前にマルチ相手を壊していきますね。この頭部のタイミングも非常にお見事ですね。あのこれのおかげでヒーラーが結構生き残ったんじゃないかなっていうふうに思います。で束になって中心部分に向かっていくボーラーたちを見ながら、ここからね、ボマーを展開していきます。ボマーの展開は4時方面から出していって、まずこのマルチ IT で、次にこの、対空砲のあたりを一気に壊していくっていう、まあそんなプランですね。まあ、よかったのはここでアイゴレが弾けてくれて、あの対空砲を止めてくれたってことですね。まあ、これでだいぶボマーが延命したんじゃないかなっていうふうに思います。で、上半分に関しては、クイヒーと、ボーラーペッカ、まあ、これらがねばらけながらも全体を破壊してくれていって、そこにボーマーが合流していくという形ですね。非常にまあお見事なアタックです。まあ、ここまで来ると、まあ、ほぼほぼ全開が見えてくるかなっていうところですよね。まあ、クイーンもまだクロークを残した状態で、まあ、しっかり、最終区画のね迫撃砲たちを処理していますから、まあ盤石ですね。ちなみに援軍の中はペッカとあとアイスゴーレムでしたね。まあ、これ別に、まあ、このユニットじゃなくても、バルーンとかでもまあ全然良かったというふうに思いますね。まずは1本目、あの非常にお見事なリプレイでしたね。このまま最後アーチャー塔を壊して全開というところになります。はい、では2本目はこちらですね。今度はブリックさんが、D ポポンさんを攻めたこちらのアタックになるんですけども、これ見てもらいたいと思います。まずはアイスゴーレムとバスターを使って、この、くじ側の区画に穴を開けてきますね。でこの辺り一体っていうのを、まあ、ヒーローパートで、処理していく形になります。まあ、それを行ってからラバルを、ぐるっとこん回していく、まあ、スーサイドラバルの格好ですね。で、相手のアーチャークイーン、あと防衛援軍っていうのは、まあ、この、ヒーローパートで壊すことができますんで、それは怖くないと。あとまあ恐ろしいのは、このギガテスラぐらいですかね。まあ、そこに関してはしっかりトームでケアしていきますんで、まあ、その辺の、呪文だったり、トームの使い方、あとはラバルの出し方をよくねここから先見てもらいたいというふうに思います。で、ラバルをまずは展開していきます。6時方面から展開していって、ラバル2体プラスバルーンですね。で、フリーズの呪文を使って、インフェルノを凍らせながら、あとバルーンを進めていきます。で一点の突破力はバルーンってあるんですけど、ここね今ギガテスラの周り結構施設が集中してますんで、さらにここから、ラババルを、30方面からも展開していって、ギガテスラに全てのバルーンがこう全部集まってくるような格好を作ってますよね。でギガテスラをフリーズで凍らせながら、グランドウォーデンのトームを使って落としていくと。さらにさらに今ここテスラもいっぱい出てきましたんで、そこら辺の火力が高いこと当然ねブリスさん分かってますんで、クローンの呪文を使ってバルーン増やしましたよね。
で一気に増やして一気に火力を上げてやられる前にやっちゃうって感じですね。こういう高火力帯に関しては、まあ、ヒーリングの呪文、まあ、ヒールの呪文でもいいんですけども、まあ、ヒールの呪文だとギガテスラの攻撃に多分耐えきれずに落とされちゃうんで、まあ、それをするよりはもうクローンを使って一気にね、もうやられる前に倒しきっちゃおうと、まあ、いう戦法を今回ブリスさんは、採用しましたね。まあ、非常にお見事なあのギガテスラ周りの処理の仕方でしたね。これが2本目になります。まあ、素晴らしいアタックですね。もうかなりのレベルが高いので、まあ、あんまり言うことがないというかですね、伝えることが少ないんですけども、まあ、ポイントはラバルの出し方ですね。あとはクローンの呪文の使い方で、最後のアタックはこちらです。ですね、クラハルさんを攻めた群青の月さんですねのアタック、ご覧いただきたいというふうに思います。でここに関しては、ペッカボーラープラス、まあ、ホグライダーって感じですね。でヒーラーを3体連れてってるっていう、まあ、これがちょっとね面白いかなと思ったので、あの紹介させてもらいますが、この、ね、どういうアタックになるかっていうと、ここ12時方面からダーッと中心部に、まあ、ジャンプの呪文も使って、ペッカとボーラたちを、まあ、ヒーラーを添えながら流し込んでいきます。で、ホグライダーをここ8時9時方面から3時を終着にして流していくと、まあ、いうこんな感じのプランニングですね。で、まあ、当然この陸パートで、陸パートというか、まあ、ヒーローパート、ヒーラーパートで、相手の防衛援軍と、あとはギガテスラ、あとアーチャークイーンまで見てますね。で、バーバリアンキングはサイドカットに使うという格好ですね。で、ヒーラー3体を使っているので、クイヒーっていう形で入っていくには、ちょっと無理があるんですよ。まあ、要するに、クイヒーでヒーラー3体だと、パンホール12の火力だと、あっさりやられちゃうんで、まあ、当然場所を選べばね、まあ、やりたいことはないんですけど、なんで、クイヒーではなくも、初めからペカヒーにする前提、かつ、そのペッカヒーラー、まあ、ボーラー部隊っていうのを、なるべく奥へ奥へね、こう中心部まで残したかったので、まあ、ヒーラーを使いましたね。これ、例えば、アイコレとか、まあ、ゴーレムでもいいのかもしれないですけど、そうすると、やっぱりマルチ、インフェルノとか、まあ、ギガテスラのダメージによって、ボーラーとかね、結構複数ダメージ食らうような防衛室には弱いですから、ボーラーなんかは。簡単に落とされちゃいますよね。ただそれをヒーラーが回復してくれるような格好を作ってあげることによって、まあ、ボーラーが奥へ奥へとこう入っていく、まあ、当然ペッカもヒーラーと、あとレイジ組み合わせると相性がすごくいいんでね、まあ、その3つのボーラー、ペッカ、ヒーラーの組み合わせっていうのを使って奥へ奥へユニットを流していって、ホグライダーが回るルートを限定していきながら最後までこう回しきるというところですね。まあ、ホグがこんだけしか残ってないっていうところを見ると、まあ、その分ね中央に流れ込んでくれたペッカ、ボーラー、あとはまあヒーラー部隊っていうのがいい仕事をした前回っていうのがまあわかると思います。なんで必ずしもねホグが主役だからホグライダーいっぱい持ってきゃいいってわけではなくて、ホグを回すんだったら回すためのルートをどういうふうに作るかで、ルートを作るためのユニットっていうのの仕事が結構必要なのであれば、無理にね、ホグライダーにいっぱい枠を割くんじゃなくて、ヒーラーとかを添えて、まあ、ペッカとかボーラーがね、長生きするような格好を作る。まあそういう発想っていうのも結構重要になってきますんで、まあ力対力とは言いながら、まあそういう技をね、ちょっと盛り込んだ力技っていうのを意識してもらえると結構、ユニットがやられずに前回までこう繋がっていくんじゃないかなっていうふうに思います。はい。というところでね、合計4回に分けて、H&H さん対アポロさんのフレンド対戦見てまいりましたが、いかがだったでしょうかね。結構レベル高いアタックいっぱいあったんで、まあその中から少しでもこう学べるポイントっていうのをね、まあお伝えしてきたつもりですし、まあそれが少しでもこう皆さんに伝わっていけたら、まあ本当よ、まあ良かったかなというふうに思います。というところで、本日は失礼しますが、よろしければグッドボタン、チャンネル登録、そして今後もご視聴どうぞよろしくお願いいたします。では、失礼いたします。バイバイ。